ゴールキーパーアシスト、圧巻ループダウン、今季7点目でダブルシンジ超え。ブライトン・ホーブ・アルビオンの日本代表、ミッドフィルダー、三笘カオルが、偉行を達成した。ゴールキーパー・スティールが前線へロングフィード。裏に抜け出した三笘がボックス手前で、相手ゴールキーパーの頭上を超えるシュート。ネットを揺らした。プレミアリーグ1年目で7ゴール目を記録。 万有時代の香川真司、デスター時代の岡崎真司の6ゴールを塗り替える結果を残した。ゴールキーパースティールからとんでもないパス。三笘はゴラッソしか決めないな。三笘はアジアサッカーの未来だ。三笘に脱帽だ、100点の冷静さだ。将来バロンドールを獲得すると思う。三笘は左ウィングでトップ5に入るわ。 FA カップで対戦するのが怖くてしょうがない。前世紀の香川越えか。一発で抜け出す駆け引きの上手さに足の速さよ。マジで認まってる。